い、しゅんみんです、鹿児島ですね、観光のベスト5とですね、残念な観光地の2つを皆さんにご紹介できたらいいなと思っております。それでは参ります。はい、はじめにですね、残念な観光地のお話をしたいと思います。しおみんが考えているですね、残念な観光地2つ、1つ目はですね、2つともめっちゃ有名なとこなんですけど、1つ目はですね、はい、指宿温泉になります。私あの本編の動画にもご紹介したようにですね、指宿温泉そのお風呂に入ったのですがですね、こちらですね、写真のですね撮影ができません。はい、せっかくですね鹿児島まで行ってですね砂風呂入ったんですけど、その写真の加工ができないというのは結構残念なことでございました。はい、でですね、私みたいにですね砂風呂の写真をですね撮りたいという方はですね、実はございます、山川砂蒸し温泉さゆりっていうところがございましてですね、はい、こちらでしたら写真が撮れそうな感じでございました。ということでですね、もしですね指宿温泉行かれてですね砂風呂で写真が撮りたいという方はですね、ぜひこちら山川の方に向かっていただければと思います。はい、残念な観光スポット2つ目なのですけど、こちらはですね、小川の滝っていうことです。はい、小川の滝さんですね、実は行くのに結構遠いというのが一つ、はい、あります。行くとき気合を入れて行ってください。でですね、もう一つの残念なポイントはですね、ここ天候にすごい左右されちゃうというのがございます。中でもですね、上にですね九州電力さんのダムがあるんですね。はい、このダムがですね放流をされるとですね、滝壺の水が真っ茶色になるという、こういう残念ポイントがございましてですね、私行った時ちょうどダムが放流されてですね真っ茶色な状況になっております。はい、その他光のね当たり具合でだいぶ色合いが変わるみたいなので、行かれる時はですね根性決めて行っていただければと思います。はい、ただあのダムのね、放流予定とかですねほぼなんかどこにも載ってないみたいなんで、その辺も考えながら行ってください。はい、以上2点がちょっと残念な観光スポットでございました。はい、続きましてですね、しおみんが考える鹿児島の観光地ベスト5をお伝えしていきたいと思います。はい、まずはじめはですねこちらですね、はい、霧島のですね、アートの森さんですね、場所はこの辺にございます。空港の割と近くにございますんで、空港着いた直後とかですね、帰る直前とかですね、にご寄ったらどうかなと思います。はい、でですね、内容的にはですね、草間彌生さんのですね作品であるとかですね、その他20人ぐらいのアーティストがですねいろんな作品をお出しになっております。はい、あとですね天気が良ければですね芝生の上とかですね森の中がやっぱりですね、すごい、気持ちいい感じがします。はい、こういったところですねお弁当でも出してですね、みんなでですねワイワイガヤガヤやってるとですねすごい楽しいんじゃないかなと思ったりします。はい、一つ目は霧島アートの森でございました。はい、2つ目はですねこちらですね、知覧特攻平和会館っていう形でございます。知覧にですね特攻隊の最後の基地があったりします。はい、そ
こにですね、やはりこう100年も経ってないこの第二次世界大戦のですね最後に、特攻で若い命がたくさん、失われました。まあ、そちらのですねいろいろな遺書であったり、その時使われてたものであったりという展示物がある海岸がございます。やはりこうその時代に何が行われてたのかというようなことをちょっと肌で感じる意味ではですね、一段の特攻平和記念会館とかにも行ってみたらいかがかなと思います。はい、ということでですね、おすすめポイント2つ目は一段の特攻平和記念会館でございました。はい、3つ目のポイントはですね開門岳でございますね。はい、五甲の山ってですねすごく薩摩富士って呼ばれてるようにですね、山がですねすごくですね綺麗な山でございます。まあ、こちらも鹿児島のすごく代表的な観光地というか観光ポイントになります。まあ、ここを登るって言わない話じゃないですけど、ここが綺麗に見えるところに行かれたらどうかなと思います。で一つは、西大山でしたっけね、西大山というようなですね、日本最南端の JR の駅があります。ここがまあ一つの観光ポイントになっておりまして、黄色いですねポストがあったりですね、その前にですね、開門市場っていうようなですね、ちょっとしたお土産物屋さんがあったりします。はい、ここでですね私ケーランという地元の美味しいですね、まあ、鶏雑炊みたいなもんですけど、まあ、そういうようなものもいただけたりします。ただし営業時間は多分11時から14時ぐらいやったと思います。はい、ですね開門岳を見るならばこちらもどうかなと思うのが長崎花というようなポイントでございます。はい、ここは、竜宮神宮というような、浦島太郎さんとか琴姫様がお祀っているような神社があったりします。なんかこの辺カメの産卵地になっているらしくて、まあ、それがあり、そんな感じになっているというようなお話でございます。はい、で4つ目はですね、はい、鹿児島に行くとやっぱりねシンボルといえばこちらですね、桜島の方です。はい、桜島もですねやはりこういろいろ見るポイントがありますが、一つは動画の中でも本編の中でも結構紹介しましたように朝日が見えるようなポイント、有名なところは城山公園っていうようなちょっと小高い丘になってるポイントですけど、まあ、その横にある城山観光ホテルとかの露天風呂からも朝日を見るとかっていうのもすごくいい感じかと思います。で、もう一つはですね、はい、僕が動画の中で紹介している反対側のポイントですね。反対側にもポイントがあって、こちらはですね、国道225線から県道478号線を少し上がったところに中茶屋公園という、ちょっとしたですね、展望台みたいなのがあります。からの鹿児島じゃないわ桜島の、多分夕日とかがすごい綺麗なポイントになるんじゃないかなと思ったりします。はい、はい、あとですね、桜島が見えるポイントとしましてはですね、桜島フェリー、鹿児島市からですね桜島の方に渡ってるフェリーがあって、だんだんこう近づいてくる桜島を見るっていうのはすごいいい感じのポイントになるんじゃないかなと思ったりします。はい、最後、鹿児島のですね、観光ポイントでですね、ここはやっぱり一押しだなと思うのがやはり今回行ってないですけど離島、鹿児島にもいっぱい離島、有名な離島あります。僕行ったのはですね奄美大島しか行ったことないんですけど、その他にもご存知のように屋久島があったりですね、
種子島があったりですね、まあ、与論島があったり、いろいろまあ有名なところもいっぱいあるんで、ぜひ僕も鹿児島ですね、いろんな離島行ってみたいなと思ったりもします。はい、いろいろ楽しいアクティビティもあるんで、離島行くのもいいんじゃないかなと思ったりします。はい、はい、ということでですね、鹿児島残念な観光ポイント2選とですね、おすすめポイント5選のお話でございました。もしあの鹿児島旅行行かれる方にですね、時にですね参考になればと思って、動画を撮らせていただきました。はい、そうしましたらですね、また全国いろんなとこ行ってたりですね、コロナが落ち着けば、ちょっと海外とかも行ってみたいと思いますんで、またいろんな情報を撮らせていただきます。それではまた別の動画でお会いしましょう。